い、皆さんの得意なクラブについて聞きたいと思います。はい、はい、ではマイマイから。なんだろう、マイマイは何が得意？私は好きなのはドライバーです。おー、やっぱり派手な。どういうとこが？飛ぶとこ？飛ぶとこなんだ、やっぱ浮いてる方が好きかも。あ、だからフェアウェイにあるより逆にそのラフにある方が好きだし、本場のラフとか。そうそうそう、浮いてるのが好きかも。え、じゃあ全部さ、ショートティーアップしたら全部好きってこと？好きかも。おお、強い強い。セイラくんは？私前はドライバーが好きやってんけど、最近打てへんくなって、今ユーティリティが好き。ユーティリティが好き、うん、何言うとかの？でも U5 が好きやったけど、最近買った U7 が超良くて。おー、そう、U7 が大好きです。なるほど。え、私は得意なのはないんですけど、5番ウッドが好き。なんか当たった瞬間のシュッって感じが気持ちいい。ドライバーだと曲がっちゃうけど、5番はあんまりそこまで曲がらないから。そう、それが好きです。おー、みんな違うんだね。ナイスアウトです。ナイスアウトです。
ナイスショット。完璧。ありがとうございます。いいね、めっちゃ飛ぶ。すごい。力強い。大丈夫、大丈夫よ。広いとこ。セーフです。セーフです。セーフ。広い。なんでカエデボール使ってるの？なんか最近これが飛ぶ気がして、今は、なんか自分に合ってる感じ？冬だからとか、冬だ、なんか最近、それまではエクスペロン、エクスペロンっていうボールずっと使ってて、なんかなかなか聞いたことない、そうだボール、そうなの、楓のあれだよね、マークがね、そうそうそう、なんか最近これでやるとなんとなくスコアがいい気がして、ちょっとなんか使ってます、縁起もんじゃないけど、そうそうそう、なるほど。ナイス、大丈夫、当たらないで、あ、先抜けましたね、今キャロウェイの ERC で、キャロウェイの ERC 柔らかいの、柔らかいらしくて、ドライバーをキャロウェイのエピックに変えた時に店員さんに聞いて、柔らかいし安いし飛ぶやつにしてほしいって言って教えてもらって、これで、あとこのボール今見えへんけど、あの矢印がもともと入ってて、肩打つときにもすごい楽で、もうオダースとか一気に買う。お、あるよ。130ぐらいありますよね。はい、130あると思います。はい。あ、やば。大丈夫。大丈夫？あー、ガビ。ショック。暫定球をお願いします。はい、ゆいちゃんからなんか白でまとめたんだけど、ちょっと寒くなってきて、ピンクのね、ピンクをダウンを差し色で入れてます。差し色でピンクのダウンを入れてます。ゆいちゃんはレゴン履かないの？私レゴン履かないので、まだ一個も持ってないんですよ、うん、でこの冬はもう乗り切ろうかなと思って、乗り切ったよね。ねまいちゃんは今日ビームスのセットアップかな。そうなんです、せっかく可愛くしてきたんですけど、いい、寒くてなんかちょっとみんなベストだね、やっぱ肩がね、肩が動くように、かわいい、このグレーでレコードを統一してます。はい、でセイナちゃんは、はい、私はユーバランスとジャックバニーのキッズサイズです。キッズキッズサイズ、セイナちゃんは150センチサイズの、はい、ジャックバニーをスーパー愛用してます。愛用してる、子供サイズを着てるんですね、セイナが。で、タイツはどこのとこに？タイツはあの、何あの、めっちゃボンベルかなんかのマイナス30耐えれるタイツ、山のね、そうそう、とあともう一枚その下に普通のタイツ履いて、じゃん、山用の靴下を隠れ防寒対策、そう、スーパー防寒してる、いつもでも寒い、正しい、はい、では、ちょっと前が行っちゃったんで歌おうと思います。ファッションチェックです、以上です。こうなるの。やばー。新しい尻尾ついたわ。
右から攻めるか左から攻めるか。まいちゃん右から行くらしいです。おーナイス。よかった。わかる。わかる。それね。まずライが難しかったですね。難しいから。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。